ああ、気づかれちゃったか。こんにちは。今までに会ったことはないよな。うん、初めましてだよ。私はストレア。よろしくね。どうしたの？怖い顔して。興味があったから観察させてもらってたの。キリトは強くて有名人だもん。興味を持って当然。あ、わかる？私も結構強いよ。それにしても、やっぱりね。キリとやっぱり近くで見た方がずっと可愛いね。えい！いいじゃん。だって可愛いんだもん。こうしたくなっちゃうよ。あ、ねえねえ、これから時間ある？一緒にお茶でも飲みたいな。ね、さっきも要望を聞くって言ってたし。やったね。ここのカフェでいいよね。さ、座ろ座ろ。ねえねえキリト、そのカフェオレって美味しい？私のミルクティーちょっとあげるから、そっちも飲ませて。思ってたより甘くて美味しい。コーヒーとかって大体苦いじゃない？苦いのって嫌いなのよね。本当？それじゃあいただきます。どの程度？そうだな、結構前からキリトのことを見てたよ。75層のボスを倒した時とか。それって、私のことをもっと知りたいってこと？キリトって、結構積極的なんだね。でも質問はここまで。答えて欲しければ、また今度デートしようよ。今日はありがとう、キリト。また今度ね。約束だよ。Thank you.
もう早くこっちに来て。何もないけど、ただキリトに会いたかっただけ。早く早くこっち。で、あの人は何？何と言われても、アズマさんも知らないんですか？うん、キリト君と一緒にいるところは見たことがあるけど。 NPC じゃないよね、あれは。下の階層から新しく来たとか、そういう人？それにしては、ずいぶん仲がいいみたいですけど。うわっ！あの人、キリト君の膝の上に座った！ちょっとちょっと、何なのよ一体！何かとっても仲良しさんみたいね。アスナ、落ち着いて！顔が全然笑ってないわよ。私、行ってきます。あれはもう放置していいレベルじゃないですよ。なんだ、俺の膝なら漏れなく全員座れますよ、なんて。あんたは観葉植物の植木鉢でも乗っけてなさいよ。ひってー、ちょっとした冗談じゃねえか。それじゃあどういったことなのか、キリトに説明してもらいに行きましょうか。キリト、ちょっといい？皆さんどうも。キリト君、あの、その人は？あの、あなたはキリトさんとどういう関係なんですか？キリトとは、とっても仲良しな関係。仲良しな関係だったら、膝の上に乗ってもいいんですか？なるほど。紹介ありがとうね、キリト君。それとキリト君、後で私の部屋に来てもらえるかな？ねえねえ、私も行っていいかな？アスナってキリトのお嫁さんなんでしょ？キリトのお話聞きたいな。なんか楽しそう。楽しそうって。みんなで行こうよ。え？そりゃ構わないけど。何なんですか一体。そういえば私、まだキリトの部屋に行ったことない。アスナの部屋もキリトの部屋も見てみたいな。なんだか大変そうね。あの、じゃあ部屋に来る？あ、でも今日はやめておく。もう十分に楽しんだし、それにみんなとも仲良しになれたし、だから二人の部屋に行くのはまた今度の楽しみにとっておくね。ええ、あなたがそれでいいならいいけど。私帰るね。キリトもみんなもまたね。はあ、嵐のような子ね。何だったの本当。どうせキリトが街でナンパしたんでしょ。ち
ちゃんと責任取りなさいよ。